桃太郎電鉄シリーズ桃太郎電鉄15号大ボンビー登場の巻桃太郎電鉄15号大ボンビー登場の巻はハドソンが2005年12月8日に発売したプレイステーション2用のボードゲーム桃太郎電鉄シリーズ第15作本作は貧乏神の変身パターンが非常に多くミニボンビー、ボンビーモンキーの他にレギュラーとして登場している強力な キングボンビー、ハリケーンボンビーに加え、7、ジュニアに登場したギリガボンビーや、11に登場したブラックボンビーなど、歴代のゲストボンビーが再登場し、そして今作新登場となるミサイルボンビーが存在する。これらを総称して、5大ボンビーと呼ぶ。また、本作では、シリーズ初の大規模に日本列島の地形が変わる大型イベントが発生する、ほか、 あとのシリーズにレギュラー登場する名産怪獣が初登場した作品となっている。ふとじ、目的地の候補。初登場の駅。再登場の駅。日本列島大爆発のイベントで沈む駅。ゲーム途中で追加される物件駅。本作初登場の特別カード売り場。ありがとうございます。